新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、トマリスこんばんは。本日はクリス・ハース、そして優勝の森崎で、あとは新潜在覚醒で赤井くんとヒュア君、この2人来ているという感じですね。今回に関しては新キャラ3人見ていきたいなと思います。クリス・ハースと森崎見ていきます。で、赤井ヒューガに関してはこの後アップする予定ですので、よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。まずクリスから、メイン技クイックフィントドリブルの440威力、そしてサブ技 SRL クロス455威力で、さらに極悪2トップの A と素早パスカットの A がついているという感じですね。特技は読み勝ちマスターの A、 マッチアップで読み勝つとパラメータープラス 30%、 チムスキー超団結技海外の5人以上の 23%、まあ、チムスキー要因としても使えそうですね。そして絆ですね、海外選手が4人以上いると全員のパラメータープラス 2.5%、そして海外選手4人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということでデバフになってます。ただパラメータアップでゴールデン23のフォワードのパラメータプラス 2% ということがついてるんで、まあ、そのゴールデン23のフォワード、まあ、今回で言うとクリスとかハースなんですけど、まあ、この辺に関してはバフとしては 4.5、まあ、絆と合わせて 4.5 乗って、さらにデバフマイナス 3% という感じになってます。まあ、最近はもうこういう感じなんですかね。でさらに、まあ、デバフの効果としては 5.5、まあ、合計 5.5 なので、まあ、それなりかなと思います。そして必殺技封印、マッチアップ相手のタックル必殺技を1つ封印、発動率 50%、そしてハイボーラーですね、この辺がついてます。オフェンス 10%、 チムスキー 69、まあ、そして自分に乗るバフを含めてですね 42% で見ていきたいなと思います。スタミナが1153、なぜかシュートが高いんですよね、ステータス的には。まあ、ただこれシュートあんま使えないですね。はい。まあこんな感じになっております。ブロック以外4凸で見ていきましょう。実際数値としてはこのような感じですね。ドリブルの値、まず表示される値ですね、何も乗らなかった場合、34000で、シュートは42000ですね。でパスが32000、タックル25000、パスカット26000と。でここに読み勝ち 30% 乗ってくると、ドリブルが41000、シュートは51000で、パスが39000、タックル30000、パスカット31000という感じになってます。まあ、読み勝ってもですね、まあ、おそらく守備かなり厳しいかなと思われます。まあ、一応交換所とかで S 技出てましたけど、まあ、その辺でもあっても厳しいのかなという感じですね。でドリブルパスっていうところなんですけど、読み勝ちが発動しているということは、まあ、読み勝ち自体のですね、補正も乗ってきているということなんで、それを反映するとこんな感じの数字になってます。こちらが読み勝ち乗った時の、まあ、ドリブルとパスっていう値になってます。それぞれ21万とか22万っていうのを、まあ、超えてきているような数字になってますので、まあ、これは読み勝ったら抜けるんじゃないかなというような数字になっております。まあ、技威力そんな高くないんですけど、まあ、それでも、まあ、やはりボーダーラインとしては20万は超えたいなっていうところと、21万超えてくればですね、十分強いのかなという感じですね。でシュートなんですけども、まあ、一応読み勝ちが乗ってれば23万出てるんですけど、これってキーパーに届く値じゃないですので、キーパーに届く値に補正するとですね、まあ、結局この4万2000で370っていう弾丸シュートになってくるので、15万5000っていう数字なんですよね。なのでシュートのパラメータ高いのほぼ意味ないよという感じになっております。歴代の、クリスですね、こちらと比較してみましょう。まずドリブル見ていきます。読み勝ち乗れば一番高くなってますね。まあカジバのクリスとか、またディフェンスキラーのクリスとか、まあ、この辺よりも高くなってます。パス見ていきましょう。パスはやはりドリコレの方が上ですね。なので、まあ、ディフェンス対ディフェンスっていうところに対しては結構強いなというところです。その次に読み勝ちが乗った時の今回のクリスというところですね。はい。まあ、守備に関してはそこまでというところかなと思われます。続きましてハース見ていきましょう。ハースに関してはメイン技フェイントジャンピングボレーの S480 威力、まあ、一番強い高受け技ですね。そして極悪2トップの S455 威力、ヒールハンマーショットの A、 フェイントドリブルの A がついているという感じです。特技ペナルティエリアマスター、ペナルティエリア内でパラメータープラス 15%、 チムスキー超団結力海外の5人以上の 23%、 チムスキー要因としても使えます。絆、これはクリスと同じですね。海外選手が4人以上いると全員のパラメータプラス 2.5%、 海外選手4人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% っていうことでデバフですね。でさらにゴールデン23のフォワードのパラメータプラス 2% ということで、まあ、ここの並び全く同じになってます。
そして日本選手に対してパラメータープラス 15%、マッチアップ相手のパスカット必殺技を1つ封印と、で発動率 50% という感じになってます。まあ、ハースに関してはですね、まあ、なんでクリス・ハース両方入れると、あの、まあ、お互いで掛け合ってですね 4%、まあ、その余分に乗ってくれるという感じになってますね。オフェンス 10%、 チームスキル69、バフは42で見ていきましょう。スタミナが1163、ブロック以外4突で見ていきたいと思います。数値としてはこんな感じになっております。まあ、ハース高浮き大得意というところで、まあ、その辺が注目ですね。まず何も乗らなかった場合、ドリブルが29000、シュート36000、パス31900という感じです。なのでペナルティエリアにも入ってないし、相手海外っていう状況だった場合は、パス値31900しか出てこないので、まあ、そのパスカットを封印したとしてもですね、なかなか厳しいんじゃないかなというふうに思われます。パスカット封印した場合に相手が、まあ、タックルとか、まあ、してくると思うんですけども、まあ、その際に読み勝ちの補正まで、はい、含めて乗ってきてもですね、あの17万7000っていう数字しか出てこないですので、これはもう普通にタックルがあのちょこっと強いキャラクターとかだったらそのまま取られちゃうというような数字になっております。続きまして、日本キラーまたはペナルティエリア内、まあ、どっちか入った場合ですね、ドリブルが3万2000、そしてパスが3万5000という数字まで出てきます。まあ、日本選手にマッチアップしてパスカットを封印できたという話であれば19万6000っていうところまで出てくるんで、まあ、その、まあ、守備がそんな強くないとかいうキャラクターであれば、あの抜ける可能性はあるのかなと。まあ、ただ、まあ、ミスギ君、超フェスのミスギ君であったりとか、まあ、そういう、まあ、単純に守備が強いキャラクターとかだと、もう結局取られちゃうということになりそうですね。そして日本キラーと PA 内 30% 両方乗った場合だと、ドリブルが3万5000でパスが3万8000というところまで来てます。まあ、ここまで来ればですね、まあ、一応パス側で読み勝つ分には抜けるレベルになってくるのかなという感じです。で、注目のシュートなんですけれども、まずペナルティエリア内だけだった場合3万9800で、まあ、地上シュートだとちょっとよっぽど厳しいですね。ペナルティエリア内だけで189000で、まあ、日本キラーまで含めると20万7000というところまで出てくるんですけど、まあ、結局そのね、日野くんとかだと22万とか、まあ、そういう数字が出てくるので、まあ、その辺と比べるとちょっと厳しいかなという感じです。まあ、高浮き、そして高浮き大得意が乗った場合に、ペナルティエリアないだけだった場合は20万、そして日本キラーまで含めると22万というところですね。なので、まあ、対若島津とかっていう話なんですけど、フェスの若島津とかに対して打った場合は、まあ、属性の有利とかも含めて乗ってくるわけですけれども、属性有利含めても23万ということで、まあ、これ結局日野くんより下なんですよね。なので、まあ、日野くん、まあ、対若島津に対して、まあ、日野くんとハースどっちがいいですかっていう話であれば、自分自身でバフ 2% 乗っけたりとか、まあ、もう逆にもうクリスとハース両方一緒に使うっていう話で 44% まで、まあ、乗っけたったとしても、まあ、日野くんに届かない数字になりますので、まあ、この辺が結局日野くんの方がいいんじゃないっていう話にはなってくるかなというふうには思います。歴代ハースと、まあ、比較してみたいと思います。まずこちらに関してはドリブルとパスだけ、比較してみようと思います。ドリブルに関しては、クラブキラー、渾身両方乗った場合のこのハースですね。で、そのちょっと下に日本キラーと PA 内、乗った場合という感じです。まあ、ただ数字自体がそこまで高くないので、そんなに使えない感じかなと思われます。パスに関しては一応歴代ハースの中では一番高くなってます。まあ、特定条件ですね。日本キラーとペナルティエリア入った場合ですね。で、日本キラーまたはペナルティエリア内だけだった場合は、まあ、クラブキラー渾身初段のハースよりもちょっと下というところです。まあ、ただこのぐらいの数字になっちゃうと、まあ、やっぱり1万3000とか、まあ、そのぐらいの数字だと厳しいのかなというところですね。で、シューターの比較なんですけれども、まず各ハースですね、こちらのハース、ドリコレハースであったりとか、まあ、あとは渾身のハース、まあ、この辺と比べてどうなのかというところを見ていきたいんですけど、その辺と比較すると、まあ、今回のゴールデン23フォワードプラス 2%、まあ、こちらが高浮きの欄になってます。日本キラー PA 内、まあ、全部乗った場合で22万っていう数字が出てきて、でそれに対しては他のキャラクターは21万ぐらいまでしか出てこないので、一番強いハースというふうには言えるかなと思います。ただペナルティエリア内だけだった場合、その相手が日本人じゃなかった時ですね、
そういう場合に関してはミューラーとか、まあ、そういう相手に対してはちょっと厳しいのかなと。歴代ハースの中でも一番低くなってます。198,000という数字ですね。なので今回のハースに関しては、まあ、今までのハースっていうのは、まあ、そのクラブキラーはちょっとあれなんですけど、まあ、ドリコレとかだったら安定して21万っていうところは出てくるんですけど、まあ、今回のハースは、まあ、相手が日本人かどうかっていうところでだいぶガクッと変わってきますよという感じになっております。あとは他のシューターとかキーパー交えて見ていきたいんですけど、ペナルティエリア日本キラー両方乗った場合で227,000っていう数字ですね。で、ここのちょっと上、まあ、ちょっとっていうか、まあ、だいぶ上なんですけど、まあ、日野くんですね、ペナルティエリア内 30%、日本キラー 5% 乗った場合で226,000という数字になってます。まあ、どちらも力属性っていうことがあるので、あの、対技のキーパーっていうところに関しては、もうまあ、常に日野くんの方が上という感じでしょうかね。さあ、それでは最後ですけれども、森崎くん見ていきましょう。なんか森崎くんは優勝で来る、あの、率が高いですね。早速見ていきます。メイン技、頑張りビッグセーブの S485 威力、サブ技、スーパーファインセーブの A、そして体のどっかに当たってくれの A がついています。特技、渾身の一撃、スタミナが多いほど必殺技威力がアップする最大 20%、チムスキー超団結、即日本語2以上の 23%、チムスキー要因として使えますね。そして即属性が3人いじると全員のパラメータプラス 3.5%、でさらにパラメータアップ、ゴールデン23の選手のパラメータプラス 2% っていうことで、まあ、一応合計 5.5 っていう感じなんですかね。で、フォワードキラー、フォワードに対してパラメータプラス 5%、で高浮きキラー、高浮きに対してパラメータプラス 5% ですね。そしてパラメータダウン耐性、味方に対するパラメータ低下効果を 3.5% 軽減ということです。まあ、絆とこのパラメータダウン耐性っていうところだけで言っても 6% あるので別に悪くないかなっていうところと、まあ、さらにゴールデン23の 2% がついてくるというところですかね。フィジカル 10%、 チムスキー 69、 バフに関しては42で見ていきましょう。スタミナが1087、まあ、スタミナちょっと低いかなというところですね。はい、4突した形で見ていきたいと思います。数値としてはこんな感じですね。まず何も乗らなかった場合、パンチ 38,000 でキャッチが 36,000 という感じです。まあ、パンチの方が若干強いんですけれども、両方できる系という感じではあります。で、まあ、一応ここに渾身が乗ってくるので、まあ、合算威力としては225,000ですね。何も乗らなかった場合パンチして225,000、そしてフォワードキラー乗ってきた場合パンチ40,000で、渾身と合算威力含めて233,000というぐらいの数字になってます。なので相手がフォワードであれば、まあ、あの渾身初段に関しては下流刺す初段よりちょっと低いかなぐらいのところかなと思います。そしてフォワードキラープラス浮き玉キラー両方乗った場合に240,000という数字ですね。こちらですね、241,000というような数字が出ております。まあ、ここ、まあ、24万まで出てくればですね、あの、まあ、ミューラー初段であったり、Z 初段っていうところと、まあ、近い値にはなってるかなと思うんですけども、結構、フォワードと高浮きキラーっていう、まあ、限定的な条件なので、まあ、その辺どうなのかというところですね。歴代の森崎くんと比較してみましょう。パンチとキャッチを最大の方、抽出したもので今、比較しております。歴代森崎の中では一応最大値一番高くなってますね。フォワードキラー、高浮きキラー、渾身初段というところです。で、その次に来ているのが執念で出た海外キラーと全力全開で、その次にフォワードキラーと渾身初段と、で渾身初段プラス即キラーですね、まあ、この力の森崎、まあ、この辺と比べても、まあ、一応フォワード対フォワードが乗ってくれば高くなってるよという感じになっております。まあ、なんで、まあ、一応歴代森崎の中では一番強そうかなというところはありますね。シューターキーパー交えて見ていきたいなと思います。森崎くん、まあ、地上シュートに対してフォワードキラープラス渾身、そして自分自身のゴールデン23の 2%、まあ、これを含めてですね233,000という数字が出ております。でキーパーの属性として即っていうのを入れてるので、技属性のシューターの威力上がっております。まあ、下流差数とかが234,000なので、まあ、下流差数と同じぐらいの性能という感じですかね、フォワードに対しては。まあ、ただ、結局、フォワードでブライアン使われたとしても、あのブライアンの方が数値上になるので、結局抜かれるというような感じにはなりそうかなと思います。
で、ミューラーとかであれば、24万2000っていうのが、まあ、懇親初段。で、ライサンキラーまで含めれば、25万っていう数字が出てくるんで、まあ、この辺に関してはちょっと届かないかなというような感じですね。まあ、なので、まあ、ちょっと、まあ、キーパーとしては、まあ、カリウサスも超えれないというところで、懇親初段で超えれてこないというところがあるので、まあ、この辺ちょっと厳しいのかなといったようなところですかね。はい、というところで、まあ、全体的に今回の新キャラ見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと個人的な感想としましては、まあ、そのクリス・ハース、まあ、確かにゴールデン23系の追加バフっていうのがあるんですけど、それを加味して考えてもですね、まあ、その今回出た新キャラたち自身はちょっと微妙なのかなというようなイメージでした。ただ今後に関しては、まあ、こういった追加バフみたいなところがどんどん強力になってきて、まあ、ドリコレのダビーとかもそうでしたけど、どんどん強力になってきて、まあ、そういう部分でバフ盛りであったりとか、まあ、デバフパなんだけどなんかバフが高いみたいな、まあ、そういったようなチーム作っていくような感じになるのかなと、まあ、いったようなところですね。はい、いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。